はい、どうも、アキです。プロスピエースやっていきます。はい、大晦日スペシャル、ベスト9出るまでスカウトやめれません。いきましょう。はい、パート3ですね。パート1およびパート2の動画は概要欄の方に、リンクを貼っておりますので、まだご覧でないという方は、ぜひともそちらご覧ください。はい、次回の動画もね、次回あるのかどうかもわかんないんですけど、もしパート4に続くようであれば、公開され次第、カードと、概要欄の方に設定させていただきます。はい、てなわけで、もうコンビニの店員さんにすごい変な目で見られましたね。何やってるんだって思うんですけど、2015年大感謝祭スペシャルです。はい、やっていきましょう。いや、でも確率的にこの30連でちょうどベスト9出れば、これで、だから最初20連したでしょ、80、110連か。この30連が終わったら、このエナジー760個、750個を使って、750個ですね、使って、30連終わったら、ちょうど確率的に1人出るぐらい、ベスト9の選手。なので、もうここで終わります。終わらせます、本当に。はい。2015年、気持ちよく終わりましょう。行きましょう。次はセカラですね。頼む、A すら出なかったからな、さっきは。え、また調子くん出ない。我ら！ちょっと待って、言葉を失ってる。え、待って。え、嘘、再起動した方がいいかな、一回。え、ちょっと待って。嘘。え、待ってよ。もうすぐ枠がいっぱいになります。はい、わかりました。ちょ、待ってくれ。え、本当にか、これは。今、目の前の現実が信じられないぞ。え、これもしかして、最初30連の時も、最後の方 B しか出てなかった。これ、もはや A すらほとんど、もうとりあえず40連は確定で出てない。嘘でしょ。いや、待って、嘘だと誰か言ってくれ。誰か嘘だと言ってくれ。ダメだ。今目の前に見えてる現実が信じられない。とりあえず枠を開けよう。これで柳田を成長させていこう。 A ランクの柳田を。でもこの後もし S ランクの柳田が出たら、これこそ非常にもったいないことになるが、大丈夫だ。そんな小さいことは気にするな。それは若ちこでいこう。ちょっと待て、これはどうしたらいい。私でもどうしようもない。私は引くことしかできない。なんと悲しい人生だ。私は目の前にあるガチャは引くことしかできない。なんと悲しいことであろうか。なんと悲しきこと。意図おかし。おっと、大丈夫なのか。これはいろいろ大丈夫なのか。柳田がめっちゃ特訓されていくぞ。そしておおおおミート、もう B までいっちゃったし、70までいっちゃった。あ、パワープロ換算でいっちゃいましたね。はい。ってなわけで、せ、引きましたよね、今多分。なので次、パですね。はい。いや、そろそろ、いや、いける。まだ確率的にあと20連で出れば大丈夫なやつ。いきます。お願いします。おっしゃ！来たぞ！調子くん、ついに来たぞ！でもこっからなんです。こっから 40% 引けるかどうかなんです。こっからさらに 40% の確率なんです。ベスト9が引けるかどうかは、ちょうど100連目かな。ちょうど100連目ですね。まあ、あの最初の昨日おとといの分も含めて100連目。さあ、押すのが怖い。頼む、ベスト9出てお願いします。お、しかも割れたから。さあ、誰だ。よし、ちょっと待って、じゃあ今15体ぐらい混ぜた B ランクが非常に無駄になったけど、やったよ柳田。今回の一番当たりじゃん実際。やばすぎるよ。よかったよ、僕引けて。僕柳田を引けてよかったけど、さっきの何体かがめっちゃ無駄になったけどね。まあ、それはいいや。柳田引けちゃった。 A ランクするか、嬉しい。普通にもう一体出ろ。え、ちょ待って、なんか出た。あ、後藤の A ランクか。
いや、これは動画的にも当たった、実際選手的にも最高の締めくくり。2015年、ちょうど100連目でそして出るっていう、この気持ちよさも含め、そして今回の一番当たり柳田を引く、完璧だった。動画的にも完璧だった、完璧な2015年の締めくくりですね。何が完璧だったかって、これを引く寸前に B ランクちょっともういらねえって言って柳田にぶっこんだあたりも面白かったですね。はい、そして柳田が出るっていうところも面白かった。いやー、よかったーと、ちょっと本当に途中心がもう3000回ぐらい折れそうになったんですけど、いやー、これはね、2015年頑張ったと、頑張ったご褒美だということで受け取っておきましょう。柳田悠岐、よかった、本当に引けてよかった。もうこれ何千回と引かないといけなくなるかと思った。ふうってなってなわけでね、よかった。これでね、良い年越しを僕も迎えられそうです。はい、あー、よかった本当に。2016年もね、この勢いのまま突っ走っていきますのでね、今後もプロスピ動画も、頑張って毎日上げていきます。はい、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、これがおそらく2015年の最後の動画になります。本当にね、ここまで、2015年1年間ね、ご視聴お付き合いいただいた皆さんありがとうございました。はい、本当にね、2016年もね、この柳田と共に頑張っていきます。もっともっと飛躍する年にできればいいなと思っておりますので、今後とも5000円のほどよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。この動画が良ければぜひともグッドボタン、そしてぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。この後は概要欄にありますいろいろな再生リストから他の動画をお楽しみください。はい、それではね、また来年の動画でお会いいたしましょう。アディオス。